大阪国際マラソン見てたら、こんな時間に、2時半、時刻2時半、ランニング行ってきます。別なのに1週間前ということで、あんまり疲労をためずに、ジョグしていこうかなと思うんですけど、疲労をためずにと言いながら、ちょっとね、昨日も22キロほど、練習会で走ったら、足の方に、測定にちょっと痛みが出てて、で、その痛みがなかなか取れなかったんで、ちょっと午前中走れずに、この時間になってしまいました。大阪国際を見ながらずっと、測定とアキレス腱周りをほぐしておりました。まあ、2時間半ずっとほぐしてたんで、だいぶほぐれてきたんで、ジョギング軽くしていこうかなと思います。いやー、松田瑞生さん、1400キロやばすぎない？そんだけ走っても2時間21分、2時間20分50秒ってことなんでね。私も、もうちょい走んないといけないのかなとか思いながらも、でももうこれ以上走ると足痛いなとか思いながら、今日は軽く60分ほどにしておきます。60分ぐらい走って、夜もう一回軽く30分ぐらい走れたらいいなと思います。別大まで、もうあと1週間ですね。足の調子はバチクソに悪いんですけど、調子は良さそう。ここ最近というか1年ぐらいかけてウェイトトレーニング取り組んでるんですけど、木曜日の、仕事終わりにですね、ウェイトトレーニングやってるわけなんですよ。毎回ね、筋肉痛くるんですよ、このハムストに。で、そのハムストの筋肉痛がね、日曜日ぐらいまで全然取れないんですよ、いつも。なんで、金、土、日と3日間ぐらい筋肉痛抱えながら走るわけなんですけど、大体ね、その僕のルーティンが金曜日は軽く落としの日で、で土曜日がポイントで、日曜がロングジョグというような感じなので、まあ今ちょっと変わってるんですけど、ちょっと怪我してるっていうのもあるんで変わってるんですけど、毎回この筋肉痛抱えながら、練習していくことになってるから、いつもねその筋肉痛がねだるいというか、なんていうの、怪我しそうな感じがしてね、怖いんですよね。怪我しないためにウェイトトレーニングやってるのに怪我しそうになって走るっていう、ね、本末転倒な感じでなってるんですけど、いつか報われる日をちょっと信じたいと思います。ということで、ハムストの筋肉痛抱えながらロングジョグじゃね、60分ぐらい走っていこうかなと思います。焦った。玄関の前で撮影してたら普通に後ろから人が出てきた。よいしょ、あ、ちぎれる、あ、やばい。今約4キロ行ったぐらいなんですけど、くっそ痛い。やっぱダメだ、痛いっていうか、やっぱもう抜ける。くっそ、もうちょっと今日は家からね4キロぐらい歩いてきたんで、走ってきたんで、帰りまた4キロ行かないといけないんですけど、もう今日8キロで今日やめておきましょう。右かわいすぎて左がめちゃくちゃ今パンパンなんですよ。ダメだ、もう走れねえ。昨日はね、22キロぐらい走ったんですけど、その時は痛み止め飲んで走ってたんですよね。はい。痛み止め飲んだおかげか、まあ、そんな痛みは感じなかったんですけど、まあ、逆に痛み感じない分、めちゃくちゃ左で走っちゃったせいか、この左の足裏がちょっとね、一日昨日から痛かったんですけど、まあ、そっちはね、そんな気になるような感じじゃないんですよ。やっぱこっち、もう、どうしたもう、こいつ。やばい、もう引退かもしれん。今ね、70分ぐらい走ってるんですけど、もう40分ぐらいで今日やめようかなと思ったんですけど、走ってる中で、ちょっとね、痛みが出ないような走り方が見つかって、今ね、痛いのがこっちの股関節なんですけど、多分かばいながらなのか、かばってるせいなのか、こう、左の足、骨盤が前にこう出るような感じでねじって走ってるのがあるんですよ。そうすることによって左がすごい疲れてくる、左ばっかりでこう切っちゃうみたいな感じがあるんで、強制的にちょっとね、そのこう右にこうやって逃がすと、この着地が弱く済むんで逃げちゃうんですけど、これをもうちょっと怖いけど、あえてもうこう、むしろこっち前出すぐらいの感じで走ってると、痛い方の足の骨盤を前に押し出すようにして走ってると、痛みが意外と出づらいのと、
まあ、左が疲れてこないから走りやすい気がするんで、こう痛い方をかばいすぎずに、ちょっとカメラ画角が悪いんですけど、こっち頑張ってこうやって勇気出して前に押し出す、痛い方を逃げようとする足骨盤を前に押し出そうとすると走れる気がしてるんで、ちょっとそれで走ってみて今、まあ予定よりちょっと長く走れてるような感じです。意識的にこう出してるからこう流れてる気がするんで、正直いい走りじゃないかなとも思うんですけど、逆に意識せずに走っちゃうと逆にこう痛い側が逃げちゃうから、まあどっちにしろフォームが崩れてるからっていうのもあって、なんて言うんだろう、あんまいい走り方ではないんですけど、ちょっとそうやって今走ってると痛みが少ないんで、長めにちょっと走れております。まあ今70分ぐらいなんで、あと10分ぐらい走って今日終わりにしようかなと思います。どんなに好きだからって向いてるわけじゃない、頑張ったからって報われるなんて限らない。さて編集しますか。さて今日は豚のブロックを安くして買えたので、これちょっと使っていきたいと思います。いい豪華マジで、なんとグラム66円でした。豚の肩ロースかな、100円切る豚肉って僕の中では細切れのイメージしかないんですけど、こういうなんかブロックのやつでグラム66円になってたんで、これは買おうと思って買ってきました。使い方はね、まだ何も決めてない。どう料理しよう、まあ、僕のイメージではこの豚の肩ってあれのイメージ、今日はこんだけ使っていきましょう。どうやって食べようか、とりあえずちっちゃく切っていく。うん、あとね、白菜も安かったんで買ってきたんですよ。89円。ん？豚のロースと白菜ということは鍋、困った時は鍋だよ、野菜もいっぱい取れるし。いただきます。うまっ。うん、肉は多分これ用じゃねえな、鍋用じゃねえわ、もっといい使い方ありそう。いただきます。これうまいね。これね、ビアルコールって言って、アルコール 0.7%。驚異の 0.7% ですよ。何食うまそうなもん飲んでんなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、こちらあの、ラン仲間からいただきまして。ありがとうございます。バチクソにうめえ。アルコールがすげえ低いんで、どんだけ飲んでも酔わねえっていうね。マジ最高。チェイサーですね。Come on.